こうあってはならない日本の姿、坂を転げ落ちる国、あるべき日本の姿、競争の国、7月6日、フロンティア文化会から総理に手渡された報告書は、2050年を展望して、競争の国づくりを提言しました。音かける 勘違いされる方がいらっしゃるかもしれませんあの競い争ったりとかではありません競争の国という国家ビジョンを知らせていただきました素晴らしい私は方向性だというふうに思っております皆で共に作る国報告書には例えばこんなビジョンが並びます希望と誇りある国場作りを促進し緩やかな家族的関係を育み 無縁社会の解消を図る将来への希望が持てる状態が尊厳ある性日本の技術力を生かし絆両立テクノロジーを開発導入する38年後の日本を描くこの議論の出発点は今年の2月1日フロンティア文化会初会合での総理のこの言葉でした。 多少やんちゃな議論になってもいいと思いますのであの思い切ってそれどの分野でのご提供いただけばと思います思い切った提起例えば吸収にとらわれない新たな試み人は宝全員参加と新陳代謝の人材戦略柔軟な雇用・解雇ルールを確立し75歳まで働ける環境づくりの一方で40歳定年制や 50歳定年制を採用する企業が現れてもいいいのではないかあるべき日本の実現のために議論を行ったフロンティア文化会の活動こそがです、ね、まさに競争の国づくりの第一歩であったというふうに思います多くの若手、女性、それから地方からの参加をいただいた国の皆様がいらっしゃいました。フロンティア特区で 世界的に魅力のあるる地方を作る眠れる企業を持てる潜在力をフルに発揮する企業に能動的な平和主義国際的ルール作りに主導的役割を果たす英知繁栄幸福平和の4つのフロンティアでなすべきことを列挙したこの報告書の内容は近々 国家戦略会議で取りまとめられる日本再生戦略に盛り込まれ、我が国の指針の策定に生かされていきます。この報告書がですね、政府内にとどまらず、広く社会全体において我が国の国づくりに向けた議論を喚起することにつながることを期待をさせていただきたいと思います。本当に皆様ありがとうございました。